マッシュルームベイベー、キルミーベイベー絡みのイベントが発生と。たださ、開催の1月22日もうメンテばっかりでどくらいだよ、深夜2時とか3時とかそこら辺ぐらいまでメンテずっと続いてたよね。緊急メンテが何回もあって、本当お疲れ様です。もうそんな深夜に頑張らないでいいから、もう次の日に回していいから、もういい、もう休めっていう状態だよさて、プラス月土属性のキャラクター召喚あるんで、初回は安くなってるんで10回回しときましょう。あのね、土属性のサーバントがね欲しいんですよ。うち土がなんかすげえ少なくて。お、みーくん土多分出るのが月属性と土属性だけかな。月と土似てるからかな。私はナイト、直木美希です。先輩たちを困らせたり傷つけたりする人には容赦しません。みーくんかっこいい。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。こんばんは。このキルミーイベントのボスがさ、チケット、いや、やめとこう。今までのねキャラクターの同じではあるから、新規キャラクターいるわけではないから、これぐらいにしておこう。で、持ってクエスト、イベント自体はちょっと進めてて、確かね3部編成とかだけかな。期間でどんどん更新されていき、今シーズン1があると。で、この今回がね、素材のなんか初級中級上級とかのあれがなくて、スタミナを消費して強敵で、そこでのドロップでチケットが手に入って、それで超強敵に挑むっていう形でした。ちょっとやっていくか。あー、どうしよっかな。レベル上げがてら入れとくか。みーくん入れーの。手前の3人だけで、あとフレンドでどうにかなっちゃうから、ここはもうレベル上げにしちゃおう。誰入れようかね。みーくん入れたでしょ。あと星4あたりで、アギリさん入れとくか。ただね、炎は振り属性です。やられます。ね、土属性の強いのを借りて、一人でやっててもらえますか。一応自陣のやつらだけでも勝てるっちゃ勝てるけども、たまにギリだったりするんで、ここは楽させてもらいます。いくよ。私たちならやれるよ。で、あ、そうだ、キララを魔法使い系にしとけばよかったね。そんで魔力を上げての攻撃だったらより与えられるか。まあ、でもこの土属性全体攻撃、これで相当削れるんで。で、まあいいか、とっておきヤスナで奥のやつも攻撃してとか。手前のやつがね、とっておきというか強い攻撃で全体攻撃をしてくるんで、それでね落ちちゃうやつがいるんで、ヤスナが自分へ攻撃引きつけるやつを持ってるんだけども、はい、まあ、全体だとねみんな食らっちゃうから、と思ってフレンドのとっておきでもいいんだけども、ヤスナのとっておきレベルを上げるためにできるだけうちらのを使ってあげましょうと。勝ちは勝ちだから。超強敵の方倒せるかな。フレンド使わずにクリアしたこと一応あるから、まあ、やってみよう。まあ、タイミングミスったりするとって感じだな。まあ強いフレンドがいればある程度なんとかなるんで、いるからには使わせていただこう。あ、こっちじゃないか、強敵を間違えて選んでた。超強敵はチケット消費なんで、スタミナがなくてもゴーゴーゴーできますと。安生単語挑戦権を使って逃げたい。もう最初からいっちゃうか。あ、またキララ変えるの忘れた。まあいっか、そしたらヤスラの宝具の方で
キララ使えばいいか。のんびりしてる暇はないよ。やられる前にやっちゃえ。自分の魔法攻撃を一旦大アップ。鬱陶しいので目の前から消えてください。クリティカル出ればね1万超えするんで。さすがマイカさん、魔法使いの全体攻撃がとてもありがたい。マナ取っておきはできないので、自分へ集中攻撃プラス防御力アップ。このヤスナもいてさ、ヤスナマタンゴもいるからさどっちの声なんだか分かんなくなるよね。これってどういう属性になるんでしょうか。あぶね、ギリギリ耐えた。僧侶とかいたらそれで回復してあげたかったね。そにゃー、ヤスナ、次でヤスナいけるから、でキララで攻撃力アップさせて、ホーグ発動。なんだっけ、これ絶対ヤスナの方がダメージ食らってるよねこの技。お、ちょっと残ったか。ひどいです。スタン、こんな感じ。あー、一人落ちちゃった。ギブアップ、グンドラマボディ、ギブアップ、イエーイ。お、ミー君がレベルが上がっていく。いいね。ナスやコインをゲット。いつも通りこれを集めて交換していきましょうって話ですね。お、レベルが上がったからスタミナも回復した。こんな感じでこんな風に過ごしていきましょう。キルミーベイベーのイベントが始まりました。でした。